海外起業家夫婦のライフデザインチャンネルということで、今回のテーマは海外起業家夫婦おすすめ感銘を受けたビジネス本という形でちょっとですね、本を紹介していくという動画になります。はい、僕たち2人ともですね、起業をしてそれぞれのビジネスを持っていて、そんな僕たちが、自分の仕事ビジネスをしていく中で、感銘を受けたなという本をですね、まあ、いくつもあるんですけども、その中ちょっと厳選して今回はお伝えしていきたいなというふうに思います。これからこうビジネス始めたい方とか、ビジネスされている方、取り込まれている方、ぜひですね、今回おすすめする本をちょっとでも読んでいただけると面白いんじゃないかなと思います。じゃあまず僕から読もうかな。僕はですね、まあ、ちょっと2冊紹介しようと思うんですけど、まず最初は、金持ち父さん貧乏父さんですね。まあ、この本はむちゃくちゃ有名なので、ああ、まああの本かと思う人がまあ結構ほとんどかなと。まあ本当にビジネスを始める方の登竜門っていう本ですかね。なので、そんなにここに新鮮味はないかなと思うんですけども、でも実際本当にいい本で、まあ資産と負債という、部分ですね、そこがすごく分かったり、資産を作るってことがいかに大事か、それを普通にフォーカスしてビジネスをしようっていう話ですよね。あとそれがストーリーとして、金持ち父さんはまあ資産を持ってる、作ろうとするけどそこにお金を使うけど、貧乏父さんは負債にお金を使っているんだっていうことが書かれているので、それをこうストーリー調に見れるので、すごくこう普通に読んでて面白いですし、あとその、ビジネスの学びにもなっていくという形なので非常におすすめです。まあ、そしてもう一冊ですね。もう一冊は、与沢翼さんの、フリーエージェントスタイルという本です。まあ、これあんま知らない人多いんじゃないかな。まあ、与沢翼さんは知ってる人多いと思うんですよ。なんかこう成金のイメージがあって、海外にこう住まれて投資とかされたりとか、一時日本でもすごいテレビに出られてたりとかしてるので知名度はもちろんあると思うんですけど、本は多分今紹介するこのフリーエージェントスタイルという本は、あんまり知らない方多いんじゃないかなと思います。っていうのもやっぱり与沢さんがですね、テレビに出始める前に出版した本なんですよね。で、僕が大学を卒業してフリーランスデザイナーをしていて、ちょっとなかなか安月給の時に何とかしていきたいなというふうにふと手に取った本がその与沢翼さんのフリーエージェントスタイルという本で、テレビに出てるとか全く、まだその時出てなかったので全然知らない状態で普通に手に取った本だったんですね。で、それは、フリーエージェントって、フリーエージェントっていうその概念、あんまり日本ではそういう呼び方されないんですけど、ま、簡単に言うと個人が中小企業並みの経済効果を生むような、まあ、そういうキャッシュを、売り上げを作っていくための、まあ、そういう、こう自由な個人っていうんですかね、まあ、ノマドワーカーのよりもちょっとこう、稼いでる人たちみたいな感じですかね、レバレッジを利かして収益を得ていくみたいなことが書かれてます。まあ、例えばレバレッジってちょっとビジネス用語が急に出てきましたけども、まあ、例えば僕LP テンプレートっていうのを開発していて、まあ、一個こう LP テンプレートっていうのを作ってこうポンとネット上にそれを、いわゆる販売してるんですね。それ以降僕がLP テンプレートを一人一人にこう売り込んでるわけじゃないんですけど、それを見た人が、買っていってくれると。で、まあ、1万人以上購入者さんがいらっしゃるっていう状態ができてるんですね。で、これはレバレッジの一種で、一人一人にこう、これどうですか、あれどうですかっていうふうに、例えば訪問とかしたりとか、ダイレクトメッセージとかでやり取りするんじゃなくて、レバレッジを利かしてそこからお金を得ていくといいますか、ビジネスにしていくっていう、そういう考え方であったり、または電子コンテンツっていうのはそもそも在庫がかからないから、リスクがないよねっていう話だったりとか、そういういわゆるこう個人の時代の、まあ、ビジネスの形というものを、本当にその時代から言われていて、でフリーエージェントっていう概念は海外から発祥している概念なんですよね。なのでそういったところのこういう時代になるっていうことを伝えていったり、あと具体的な考え方っていうのが書かれている本で、これを見てですね、僕がなるほど、そういうビジネスのこうモデルというか考え方があるんだと、じゃあこれをやりたいというふうに思って、そこからその仕事を始めて今に至ってるっていう、本当にもう僕のビジネスのきっかけをくれた本って言っても過言ではないかなというふうに思ってます。たまたま手に取ったりとか。そうなんです。本屋さんでたまたま一冊
手に取った本がそれで、本当に衝撃を、その時は全然やっぱビジネスのことを知らなかったっていうのもありますし、衝撃を受けた本ですね、という形で一冊ちょっと紹介させていただきました。みほちゃんはどうですか？はい、私はですね、この岩田松雄さんという方の元スターバックスジャパンですね、日本のスターバックスの会社の CEO だったあの方の本なんですけれども、あの私もすごくもともと本は好きで、日本にいた時はもうかなりあの買って年間200冊ぐらいあの読んでいたんですけども、その中でやっぱり常にですね、メルマガでもおすすめしたりとか、こうしてマレーシアにも持ってきた本がこの本になります。でこれはミッションというタイトルで、こう元スターバックス CEO が教える働く理由っていうのが副題にあるんですけれども、何のために働くのかっていう、その自分の、そこの軸の部分ですね、それをこうミッションとして持っている人はこう本当に強いし、そのミッションを一人一人がこう見つけて、あの仕事をしていこうっていうことを書いてるんですけど、例えばこうスターバックス の、 あの事例とかが書いて、でスターバックスはですね、やっぱりこう世界中にある素晴らしいブランドだと思うんですけど、まあ、そのコーヒーを何のために、コーヒーを売る会社ではなくて、コーヒーが手段であって、人々のこう心の豊かさとか活力を生み出すことが目的であるっていうようなことをこうミッションにあの掲げているんですね、とかですね、あと、お客様が、まあ、この本の中にあるのは、お客様が本当に求めているのはコーヒーではなくって、ね、あのとかテーマパークとかラグジュアリー感あふれるホテルではなくって、感動経験をなんですと、でいいものに対しては、あの叱るべき対価を気持ちよく払うことを言うと思うし、そもそも他に変わるものがないので、価格そのものが気にならなくなると、いうふうに、まあ、その私が心キッチンという、まあ、料理教室の仕事をしている途中で、まあ、出会った本で、なんかこう自分にとってこの仕事ってどんな意味があるんだろうとか、まあ、もっともっとこう仕事をしていく上でどういうことが大切なんだろうって、あのちょっと全体像が見えてきた時にこの本に出会って、もしかしてお客さんって別にレシピだけが知りたいわけじゃなくて、この料理教室っていう空間に来ること自体に価値を見出してお金を払ってくれてるんだなとか、じゃあ自分のそのミッションっていうのは、その料理をこう教えることではなくて、あのこういうメッセージを伝えたいから私はあの仕事をしているのかなとか、いうふうに、なんかもう一歩深くあの考える、自分の仕事について考えるきっかけをもらった本になります。なるほど、なぜ仕事をするのかっていうところを見直すときに、その本が、影響を受けたっていう感じかな。そうですね、その原点に戻るというか、あとその自分 の、あの動機みたいなものが今軸にあって、それをこう表現するのが仕事であったりとか、自分のサービス、商品だったり、なんか会社員の方とか、私も最初はミッションって言われても、なんか何それみたいな、確かにめっちゃビジネス用語っていうイメージはあるような、思ったんだけれども、今本当に個人でも、ミッションって本当にあった方がいいなって思っていて、それはすごくこう大きな、世界平和とか、社会貢献、そんな大きなものでなくても、周りの人、身近な人をこう幸せにする、家族を健康を守りたいとか、そんなにこう小さいものでもですね、自分がなぜそれをするのか、その一個深い視点を持つことが大事っていうのをすごくこう気づかされて、で今でも時々こう読みたくなる本で、今でも結構時々読んでたりするもんな。そうするとね、結構前はここが響いてたけど、今だとちょっと違う部分が印象残るなとか、すごい再確認できる気がします。一度買うとじゃあ長く、読み読める本っていう感じかな。なるほど、はい、ということでちょっとですね、海外起業家夫婦がおすすめする看病理なビジネス本ということで今回お伝えさせていただきました。他にもですね、おすすめの本というのはたくさんあります。
他にもですね、違った方向性からまた本を紹介していきたいと思うので、ぜひまた楽しみにしていてください。ということで、動画にいいねやチャンネル登録、もしよければお願いします。はい、私たちの SNS でも、ビジネスに関することですとか、おすすめの情報もいろいろ発信しておりますので、ぜひフォローしてみてください。はい、それではご覧いただきまして、ありがとうございました。